皆さん、こんにちは。私たち、スタートです。スカイホール一緒にスタートで盛り上げていきましょう。 Are you ready? スタートいくぞ。せーの、ヘイ！皆さん、暑い中見てくださってありがとうございます。ありがとう。
約30分間のステージを私たちと一緒に楽しんでいってくれたら嬉しいなと思います。私たちスタートのこと知らない方もいらっしゃると思うので少し紹介させてください。私たちスタートは愛知県豊田市の元気と魅力を全国に発信しようをキャッチフレーズに、豊田市なら中心に東海地区全国でイベントやライブ、ラジオやテレビに出演しています。現在は小学校6年生から30歳までの19名のメンバーで活動しているんですが、本日はこの7名でスカイホールやってまいりました。本当は暑いですね。今日さ、私たちもさ何も考えてないんだけどさ、綺麗に日陰のところに、ちょっと日陰が嬉しいねこういう時はね、そうテント用意してくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。もうみんなも綺麗にねキュッて入ったり、こっちにねすごいの、そうだね、あんまり普通のライブじゃ見られない。確かに。あとね、中で見てる人もいるからね。 ありがとうございます。声聞こえてる？聞こえてんのかな。声聞こえてる？聞こえてない。あれ聞こえてないんだそっか、さすがにねここの壁はあるね。確かにそうですね。気をつけていただければいいんですけれども、はい、30分間のステージは美味しいものもいっぱいありますし、かき氷とか冷たいドリンクもあります。キッチンがたくさんありますので、もう汗、私たちと一緒に汗かいて、ご飯食べて飲んでってしていただけたら嬉しいなと思っております。一、はい、人ずつ自己紹介をしていきますね。はい、今日もモリモリセクシー番長、スタートの総監督、最年長30歳シルバー担当、あかりんこと若田あかりです。あかりん、あなたのハートを狙い撃ち、フジール担当なるみんこと石田なるみんです。なるみん、あなたの万能調味料は醤油。醤油こと、スタート10期生、中学2年生、13歳、うぐいする担当、醤油こと醤油のゆうなです。醤油、はい、私がなりたいのはエクオの神様、エクオゴー。紫色担当、21歳スタートのリーダーしてます、みょんみょんこと伊勢みょんです。みょんみょん、はい、光る瞳であなたを見つめちゃうぞ、キラン。黄色担当、27歳ひかこと斉藤ひかるです。ひか、担当、しーちゃんことしおりです。しーちゃん、犬のお姫様、さーちゃん、まーちゃん大好き、中学1年生12歳さーちゃんことさらです。さーちゃん、はい、今日はこの7人でお送りしていきたいと思うんですけれども、私たち19人はチームだったりユニットだったり選抜だったりいろんなのがあるんですけど、今日はアンダーということで珍しいメンバー、確かに珍しい組み合わせになってるんですよ、うんうん、なので、あ、こんな子いるんだ、この子がこんなポジションやってるんだっていうのもね、なんか新鮮だと思いますので、はい、そこも楽しんでいただければと思います。はい、後半組を水飲んでない、水飲んでおいで、いきます。飲んでおいで、暑いからね、皆さんもぜひ飲んでくださいね、お水は絶対に。そう、私たち結構ね、普段のライブはもう MC なしで、うん、そうそう、30分とか6曲詰めるっていうことをしてたりするんですけれども、うん、確かに、あのね、あ、本当だ、上にもいっぱいいるってことね、上にも、あ、そう、やっぱり熱中症対策ということで、私たちも水分取りながらやっていきたいと思ってますので、はい、ゆったり楽しんでくれたら嬉しいです。ね、めっちゃ外出てきてほしいけど、多分この声も伝わらないね、確かにそうだね、はい、それでは続いていきましょうか、はい、コングラチュレーション、希望の鐘の音野望も願望も全部叶えていく。
により馬がなし、つま先の坂へ一歩踏みなさい。コングラチュレーション、あなたに出会えてよかった。コングラチュレーション、希望の鐘の音を聞いて、タリラタタタリラリラタリラタタタリラ。コンビニに行け、大抵なものは空受けのそれだけじゃ物足りない。息を吸い込んで生きてる時間、みんなで誰かと感じてた世界中を閉じたまってない。殻を破ろう、こんな時代だから、人の音に触れたい。南北の歴史の中で変わらずに育まれてきた営み、でも今の主役の最前線を僕らなんだ。なくとしてジェイン宇宙の彼方まで連れ去って抱きしめ
ことばかり。の素敵なもの、こと、人、場所だったりいろんなところを、ね、紹介しております、うん、アーカイブも残ってますので水曜日の朝10時半からはちょっと仕事で見れないよっていう方も上郷ベースのインスタグラムの方にアーカイブ全部残ってますのでもう、ね、知らなかったことを、ね、たくさん知れるんですよ。あ、こんな活動してる方がいるんだってトヨタで頑張ってる人ってたくさんいるな、私たちも含めてね、はい、盛り上げようとしてる方はたくさんいるなと思って毎回毎回私自身勉強になってますので皆さんもね、あのちょっとでも気になった方はフォローしていただいて配信アーカイブ見てくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いての曲聴いてください。合い物やった自然体に網が踏み出すこと
誰でも譲れない道はただ一つ挑むタイミング命をかけたみんなで一緒にフォーフォーフォー本気で見せて夢を見せたらけるパニパニパニプル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 いつも闇に委ねてもう一回もみんなで、ね、せーの、一緒に
こから私たち豊田だったり名古屋だったりいろんなとこ地方でもライブしてます。ぜひ皆さんまた遊びに来てね。2 1 2 3 4